400年以上前から福岡県内に伝わる焼き物、高取焼きが、新たに福岡県知事指定特産工芸品に加わりました。高取焼きは1602年に始まった焼き物で、かつては黒田藩の御用釜の一つでした。陶器でありながら、磁器のように薄くて軽く、華麗な釉薬やきめ細かい生地が特徴です。 現在は福岡市沢楽や東方村などで生産されています福岡県の服部知事は伝統的な技法で作られ主に日常生活で使用される県知事指定特産工芸品に新たに高取焼きが加わると発表しました会見に同席した高取焼き振興会の鬼丸雄介代表は先輩たちの工夫や努力を引き継ぎながら 作品を皆さんに届けたいと話しました。指定は博多曲げ物や小倉織などに続き、三十六品目となります。